はい、今大宮八幡駅に着きました。はい、ああやって新幹線でも共通、ああやって駅員さんがちゃんと電車が直進で通ってるかで確認した上で、ある程度離れたらああやって閉じるんです。うん、やってることやからね。ありがとうね、仲間の時たち。うん、吉村さん、正解、妨害ね。丸山さんも動け、このまん延来てでさ、妨害しまえ、もう合法的に妨害しまえ、もう中心追い込んじまえ、もう追い込んじまえってことや、もうどの道ね、さあ、違約金ね、払え、さあ、スポンサー、違約金を払わないって言ったら、ああ、いいよして、どけちない、どけちか、お前ら、なんで払う、拒んでたよ、なんで中止、困難だった、これが理由です、そういうことです、皆さん。どうせなんで観客席見られんの、50万以上払ってるメンツぐらいバカバカしいよ、あんなもんどんな料金なんやね。高すぎるわ。ちなみに滋賀県ね、税金高いっては多分日本一税金高い場所、高すぎるんや。滋賀県旧長浜と昨日むっちゃ税金高いって、むっちゃ税率高いんや、そう高いんや。おねえ、いや昔ね、なんで今行っちゃいけないけど、なんであっちの学校に来たかって、行ったよ、こっちの長野にも、多分セクシャルだったよ、だよ、急な、もう時々ね、こっちのトライメーターがいいか、数学で、なんでかだよ、びっくりしたみんな、別に定員割りじゃなくてさ、ゆっくり出てたよ、学園セクシャル。食らってたよ、どうしてん、もう旧長浜の人たちもバイアで引っ込んでたか、大見も通学してたよ、もうあかんかったよ。さあ、俺は最初からね、学校行く必要なかったよ。さあ、俺ね、無理やり行けて、俺は通学拒否したかったよ、不登校拒否、今言ったらもう呼ばれるらしいな、教育委員会とか呼ばれるらしいな、教師が来て、これやめろよ、セクシャルハラスメントやいいんや、最初から麻生太郎を見習って、そうみんなね、自宅学習すればよかったよ、そう追い込んだ、これ認めるべき、おじむらさんたちこれで妨害したらよ、これでいいよ、妨害したらよ、もうみんな妨害したらよ、もうコロナ悪者すんなってくれ、もういいんや、もうこれ妨害したらよ、もういいんや、栃木のあれやらせでしょ、クライサクターズじゃないか、やったんじゃないか、ああやって観客と、クライサクターズ間違いないです、多分ここでもやらない、まあ、これは未開設大蔵が決めることでどうするかで正解、ここでもやるみたいな、多分俺はもう反対するわ、もう妨害したらわ、あそこにテロリスト、クライサクターズの主体のやらせのオリンピック正解やってますよ、報道するぞ、こうやって。お前、報道するぞ、正解。あれが、腐った実態です。あえて、滋賀県警察本部が、やってる通り、こういうこと。あえて、報道管制してるんですよ。規制してるんですよ。さあ、行っとくか。教えようか。東京ね、むっちゃあんな観光で、報道の自由がない場所です。そう、ないんや。ドレス事情も取材ができんねん。それは城島さんたち、鉄腕ダッシュ制作員。知ってますよ。本当は内部の映像も撮りたかったでしょ。そう、びっくりした最初はね。そう、とりあえずあの。